困ったな、ちょっとさ、高橋さんとかちょっと強そうだよな、なんか。あの、新田さんって人もめちゃくちゃ強そうだなと思ってて。こいつはマジでどうしようかな。え、もう撮影始まってるんですか。え、マジっすか。ちょっと早く言ってくださいよ。あの、あ、俺の名前何でしたっけ。あ、シソ仮面か。ゲッター飯田じゃないよね。まあ、あの、頑張りますので、よろしくお願いします。日本ギャップやってる高橋と申します。今日は久しぶりの試合なので、楽しんでやろうと思ってます。よろしくお願いします。第69試合、赤の陣、シソ仮面。あ、こちらも皆さんご存知でしょう。白の陣、高橋勝義。さあ、この試合の大注目の試合です。さあ、合気道19年、キック5年の疾走仮面、そして日本拳法、そしてこちら全日本選手権大道塾北斗陣重量級出場、そして東日本社会人団体戦優勝の権利を持ちます高橋勝義選手。この試合どうなるか。右を右のサイド高橋選手、強烈ですね。